みなさんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、下半期のマイベストコスメトップ5をやっていきます。1ヶ月ちょっとでもう今年は終わりなんやって思うとほんと早いですよね。じゃあね、マイベストコスメね、紹介していきます。まずは第5位からの紹介です。第5位はこちら、ミュオのクリーム洗顔料です。ミュオは私ずっとボディーソープ3年ぐらいか使ってるんですけど、ヒマもメインも使ってて、赤ちゃんにも使えるボディーソープで保湿力が高いんですよね。この洗顔を最近使ってるんですけど、クレンジングならあったんですけど洗顔はなかったんですよ。でも使ってみたらすごい保湿されて、で毛穴の開きとかやっぱ私すごいこう乾燥するとすごかったんですけど、このミオを朝使うことによって結構ね、毛穴の引き締まりとかも良くなってきたり、あとミノルクも吹き出物多かったんですけど、このミオの洗顔使い始めてからニキビがなくなってきたなっていう風に思ってます。でこれプラス前に紹介したルナミニを使いながらこう泡立てて使ってるかなって感じです。すっごいねしっとりしてて保湿力も高いのでめちゃくちゃいいです。これミオは基本的に、まあ、無添加っていうところと、アルコールとかエタノールも入ってないですし、合成香料とかも入ってないので、乾燥したりとか肌弱い人でも使える洗顔料です。いろんな洗顔使ってきたんですけど、これが結構一番良かったなって、はーい、そう、すごくいい洗顔になってるので、ぜひ皆さんもね参考にしてみてください。では次、マイベストコスメトップ4いきます。はい、こちらコーセーのメイクキープミスト仕上げ用ローションです。こちらのねメイクキープミスト本当に良くて、夏のベースメイクで紹介させてもらったんですけど、マジで良くて、振りかけた時もこう水が飛ぶってよりかふわっと乗る感じなので、こうかかったって感じがしないです。メイクのキープ力がすごく高まるっていう風に思ったので、こちら紹介させてもらいました。これと何がいいかっていうと、まずウォータープルーフっていうところですね。水にも強いで、汗かいたりするじゃないですか。油っぽくなりやすい肌の方でも使っていただけるミストです。で夏場はずっとクラランス今まで使ってたんですけど、今回このメイクキープミストを夏はほとんど使ってました。クラランスと並ぶぐらい良かったなって思うミストです。このね商品はこういろんなドラッグストアにも売ってるコスメなので、結構手に入れやすいです。ただこれ夏場すごく人気で、どこも売り切れだったってぐらい人気の商品です。でこの値段が1200円っていうすっごいお手頃な価格なので、学生の方とかでも使っていただけるミストだと思います。プチプラなのに結構ね性能はいい商品になっています。なので今回ベスコスに入れました。はい、じゃあ次行きましょう。次はトップ3です。こちら先日ベスコスだけで演奏してくれてるの、メイちゃんありがとう。先日ですね、口コミで良かった商品をねこうバーッと集めてメイクしていった動画があるんですけど、その時に出会ったポール&ジョーのモイスチャーライジングファンデーションプライマーです。これ美容液と化粧下地が入ってるものなので、正直これ1個だけでもベース済ませられちゃうくらい、くすみとかも飛ばしてくれて保湿もしっかりしてくれる下地です。でこれの何が良かったかというと、厚化粧してこれぐらいの化粧してお外出てね、朝から夜まで過ごしました。はい、ポール&ジョーすごい、一個も崩れなかったです。えげつないぐらい乾燥する私の肌がずっと潤ってて、家着いて上から映らぬなんか汚い肌が汚く見えるライトのとこでもめっちゃ綺麗に見えたぐらい乾燥してなかった。もうファンデーションが割れてなかったし、肌がモサモサしてなかった。もう本当にこれ良かったので、次またこれ以上いいものに出会うまではこの下地を愛用するかなって思うぐらいお気に入りになっています。なので今回またこちらの3位なんですけど、ベスコスに入れさせていただきました。で次がですね、RMK のクリーミーファンデーションです。でこちらも先日いろんなコスメ集めてメイクしていた動画でも紹介させてもらったんですけど、この RMK もクリするぐらいカバー力良くて、でこれまたポール&ジョーとすっごく相性が良くて、本当に肌がツッツヤに見えて程よくツヤがあるのでテカリではないんですよね。私これ今 RMK とあとマーシュフィールドをちょっと一緒に使ってるんですけど、本当に肌が綺麗に見えるし、すっごい綺麗なツヤ感、どんな光加減でも綺麗で、驚きを正直隠せなかったぐらいお気に入りの商品です。 RMK イコール
ナチュラルっていう固定概念がすごすぎて買ってなかったんですよ。先日このファンデーションと出会ってからもうこれは確実にベスコスリアなっていうことでベスコスに入れました。これもね1日過ごしたんですけど本当に崩れなくて、この乾燥する季節でも微動だにしないほどピタッて肌にくっついてて本当に良かった。またねこのポール&ジョーとこの RMK を組み合わせた冬のベースメイクもまたちょっとしようかなと思ってるのでよかったら見てください。とうとう来ました、第1位の紹介です。いやー第1位楽しみですよね。ごめんなさい、またベースなんです。皆さんご存知のこちら、はい、福田さん以前はシミに悩んでいましたが使ってみたのがこの美光人ボーテクッションコンパクト。あ、すごい消えてる、すごいすごい消えてる、すごい、シミ、そばかすが消えて若見え肌に生まれ変わりました。ぜひお試しください。初めての方には限定価格もご用意していて付け替え用がもう一つついてきます。はい、そうなんです。先ほどでも映像でご紹介がございました、こちらの美光人ボーテクッションコンパクトです。これはなんとテレビショッピングすごかったな、ほんまに良かったんですよ。この美光人今クリスマス仕様になってるんですけど、私最近これをねちょっとしたこうハイライト代わりとして使ってて、例えばちょっとこの辺にツヤ感が欲しいなっていう時にちょっとこう乗せてこんな感じでちょっとしたハイライト代わりとしても使ったり、パッてこうお出かけする時とか保育園のね行事とかの時にちょっとこう使うようにしてるかな。こう素肌感が出て何より張りがすごいんですよ。今うちの母もちょっと出かける時にこの美光人ボーテ買っちゃったって言って買ってて、みのるくんのお母さんにもこの美光人ボーテプレゼントしたんですけど気に入って使っています。もうそれぐらい本当にこのファンデーションいい。もうなんかテレビショッピングだから正直絶対大げさに言ってるよなって思ってたんですけど、全然本当大げさなるわってぐらい良かった。それからまあ素肌に徐々に馴染んでくるっていうのもすごくいいし、美容液も入ってコンシーラーもファンデーションも下地も入ってるのでこれ一つで済ませられるっていうところも良かったです。だいたいこういう一つにまとまってるものって崩れやすかったりとかいいって思うもの今までなかったんですけど、クッションファンデでこれだけいいなって思うのは正直初めてで、エイプリルスキンとかいろいろこうファンデーション試してね、クッションファンデーションね試してきたりとかもしたんですけど、正直本当になんかもう美光人が一番いいなって思ったコスメでした。なので今回第1位で紹介させてもらいました。ということで今回は2019年下半期のマイベストコスメトップ5の紹介でした。今年も終わりということなのでまた来年ね上半期下半期と分けてまたマイベストコスメ出したいと思います。いろんなコスメに出会えるのまた楽しみにしてます。こういうファンデーションとかこういうコスメ使ってみてっていうのがあればぜひコメントしてください。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。